私はカンナギの血を引いています。母と同じように皆さんに平和を届けます。この日歴代最年少のカンナギが誕生した。お祈りは大変ですか？いえ、あ、並んでいる人たちは大変ですね。でも必ず全ての人にお祈りをします。世界は期待と不安の眼差しでその成長を見守った。伝えたいことが終わりだと聞きましたが、周りに痛みで動けない人がいたら教えてください。私はそこへ向かいます。必ず助けます。カンナギの使命です。いいえ、立ち止まりません。やがて世界は彼女に導かれていった。協定の成立については、争いが静まれば苦しむ人が減ります。これは未来への大きな一歩となるでしょう。私たちは確実に真の平和への道を歩んでいます。どこへ向かわれたんだろうな。何も心配はいりませんよ。少しでも痛みが和らぐと良いのですけれど。ルナ・フレーラ様。命を育みし星よ、人々を闇よりお守りください。申し訳ありません、すぐには無理なのですが、何日かすれば。なんという。ありがとうございます、ルナ・フレーナ様。ルナ・フレーナ様、今朝村を出てようやく。おつらいでしょう。はい、いえ、本当にありがたいことで。では始めましょう。町でかくまってやりゃよかったのに。本当だよ、俺ん家来いってな。なあ、神さんを追い出すわ俺。ドクター、オートに戻ってからも鍛錬を続けろよ。なんだよいきなり。結婚後は世界から注目浴びることになんだろう。え、そうかな。今もそうだけど、あんま気にされないんじゃない。なんだよそれ。今もまだ気にされていないからこそだな。パッとしねえまんまじゃルナ・フレーナ様がお気の毒だろう。あー、そうか。ノクト、ルナ・フレーナ様にふさわしい男になんないと。カンナギの公務でただのお荷物になっちゃ恥かくだろう。ったく、好き勝手言ってんな。